ノドジロクイナは、ツルメクイナ科に分類される鳥類の一種である。本種を別属のドジロクイナ属として扱うこともある。その場合、学名は、ドライオリンナズ・クービリーとなる。マダガスカル、セイシェルに分布する。以前はモーリシャスにも生息していた。体長約30センチメートル。体の上面は、緑色がかったオリーブ色で、頭から胸、体の下面は、コイチャカである。 喉の部分は白色でよく目立つ。下腹から下尾筒にかけて黒色で高褐色の縞模様が入っている。交際は高褐色、くちばしは黒色である。森林や湿地、マングローブ林、乾いたサンゴ礁の上などに生息する。主に地上で生活しており、飛翔力はあまり強くない。他のクイガ類と比べると警戒心が薄い。 主に昆虫類を捕食する。求愛ディスプレイの一つとして、メスがオスの目の周囲や頭の羽繕いをする行動をとる。岩のくぼみや草の茂みに作り、一腹3から4個の卵を産む。以下の3アッシュに分類される。元アッシュ。マダガスカルに分布。モーリシャスでは絶滅した。セイシェルに分布。 アサンプション島に分布していたが、人間と共に移入した猫の食害により1900年代、初めに絶滅した。ありがとうございます。